トルリーグ S シーズン3の第2試合はリーグ S 初参戦の三原明 VS シーズン1準優勝のヒョウ。実力は折り紙付きの両者、果たして勝利を手にするのはどっちだ。まず先に入場するのは三原。はい、じゃあ27番で入場していきます。私の狙い台はですけど、マイジャグラーですね。よいしょ、799。なんかちょっとね、いろいろデータ見てたんですけど、まあ狙い方難しくて、一番その狙い方というか傾向がありそうなんだったのがマイジャグで、前日へこみ台、回数少ない台がに結構入れられてる感じだったんで、まあ2日とも1桁台っていうこの台をちょっと攻めていこうと思います。一応ね、もう何回かここ来たことあるんですよ。で、ある程度、本当にある程度ですけど、傾向はなんとなく見えていて、そうですね、本当はバーサスが良かったんですけど、こっちにしますか、花火にしますか。とりあえず収録の時は角が強いで、花火かバーサスどちらかの角がいつも出てるんです。で、まあ、角って言っても打ち角もありなので、ちょっと打ち角の方も見ますかね。そうですね、まあこれでもいいんですけど、バーサスはね、なんか1使ってなさそうだなっていう感じはするんですよね。まあ花火からいきましょうか。さあそれでは打っていきましょう。風鈴数えつつねやってきますけど、1回おそらくですよ、まあ、これがダメだとして置き時に行く、でその後もう1回このコーナーに戻ってくるかなと思ってるので、その後々戻ってくるときに、要は空き台に例えばボーナス確率がいいけどやめられてる台があった、じゃあそれを座るかっていうときに、その台を前打ってた人が子役カウントしてたかどうかが非常に重要なんですね。要は子役確率悪いからやめた、だったらその台ちょっと高接待の可能性が低いので打たない方がいいっていうのが後々聞いてくるので、今この現状を花火とバーサスを打ってる人がこう子役をカウントしてるのかどうかチェックしてます。で花火は、反対側のカードを打ってる人は子役をカウントしてません。バーサスは後ろ、真後ろのカードとその3台離れた横かなで打ってる人はカウントしてます。あと今後ろのバーサスがまあビッグ中だったんですけど、一応その3連 V が止まったかなとか、その辺もなんとなく聞いてます。はい、それではマイジャグラー3から実戦開始していきたいと思います。まあちょっとね、いきなり朝からジャグラーかよと思うかもしれないんですけど、まあ、ちょっと今回は真剣にいろいろデータ見たんですけど、まあ、特に傾向として見られたのがマイジャグラーですね。ここが上げ狙いで使われてそうだっていうことだけは結構ねはっきりしてたんで、そういうのもあってマイジャグラー3にしました。あと以前にもねもちろん来たことがあって、その時にちょっとチェックしたんですけど、1戦目は前日から変わってるので、学校チェックは使えません。で、あとは全リセではないので、リセット狙いっていうのもなかなか危険な傾向がありますね。なんでとりあえずまず今回実戦時間もそこそこ7時間で長いんで、ちょっと様子見をしつつマイジャグラーでちょっとねリスクあんまり取らない形でスタートして、もしなんか別の傾向みたいなものが見えてきたりしたら、まあ、塊とかですね、この機種全部熱いんじゃないみたいなのが見えてきたら、そういうのに移動するっていう感じでやっていこうと思います。まず最初に動きを見せたのはヒョウ。お、いきなりプレミアムフラッシュ、ありがたいな。しかもリーチ目じゃなかったし、あ、金なか。はい、128ゲーム、投資3000円です。斜め振りは2回、
外れ2回、うん、悪くないですね。結構今コイン持ちが抜群にいいので今はやめれないな、まあ、まだ165ゲームですから。だ一応300ゲームぐらいの風鈴確率が分岐点かなと思ってます。遅れたな、買ったよ遅れだったな。ほらいたリリーコ。ただこれがねもうドンビックの可能性ないんですよ。なのでまあそうなっちゃうんだよね。59ゲームレギュラー。対して192ゲームで単独レギュラーを引いた三原、はい、この出玉を飲まれてしまうが追加投資1000円でビッグをゲット。今年の課題は課題というか圧倒できる打てるようになりたいなと思うのはアクロス系とゴッド系ですけどね。そこが私本当に苦手なんで、ゴッド怖くて打てないし、アクロスはなんだろう、まあ、リーチ目だとかそういうの見逃しちゃうのもねあるんで割り下がるなとか思っちゃってあんまり打たないんですけど、アクロスは打てるようになった方がいいとは思うけどな、なかなかなプライベートで攻めれる機会もあんまりないしね、今まだあんま手出してないですね。でも逆にだからお使った、そういうのをね狙っていける人はすごいなと思いますけど、ちなみにさっきペカした時中リールで上中段ぐらいかな7狙ったらあの分かることがあるんですけど私はやりません、ね、っていうのも、まあ、一応単独馬券に設定差が結構あるんでそれを完全に見抜きたいんで、もう左リール私は目押しに自信ある方じゃないんでチェリー完全に狙っていきます。今のは単独で、はい、単独馬券2回124ゲーム。対するヒョウ、レギュラー後150ゲーム回したところで、さあ朝から300ゲーム回しました。ひとまず置き時のリセット状況を確認しに行きます。14、35台設置だっけな置き時、ね、もうすでに14台リセットっぽい当たりを確認しているのでもう前立腺です。今日も前立腺だとして、まあ、だから後で B 狙いがしやすいなっていう、ちょっとみんなね連チャンしちゃってるから、もしかしたら今日 B 狙いできないかもしれないけどね。でこのバトルリーグ S もうなんつうんだろうな、まあ必勝本でもそうですけどいっぱいいる数あるプロの中でもかなり実力が上と僕が思っているあくみさんと三原がいるんですよね。でまあ、彼らも別にここに通ってるかどうかわかんないですけど、ああいううまいプロたちがどういうふうに台を選んでいるのか、やっぱうまい人の真似をするのがパチプロのね勝ち方を学ぶまず第一歩ですから、三原は多分マイジャグのへこみ台よりかはボーナス回数が2日間少ない台を選んで打ち始めていると。今いないですけど、まあ上げ狙いしてますよね。上げ狙いにも種類ありますから。でもう一人のプロあくみさん、絆のカード、あー角台の上げ狙い、まあこれだけ台数ありますから、なるほど。まあ僕が冒頭に言っていた撮影の時が角に入りやすいっていうのは、まあ穴がちょっとだけ信頼度が上がったかな。大事なのはあまり彼らと同じ島にいないことです。前代系だったら別ですけど、
あの人たちが全体系を探し出したらそれについてこないんですけど、なるべく同じ島にいない方がいい。なぜなら彼らが構成点を積もるからです。これは本当に。おお、結構な遅れ。はい、いた。あはは326ゲーム。ちょっとね、さすがにコイン持ち良すぎるんだよな。風鈴が今 13.5 アッシュ遅れてたよ。あはは、13ゲーム。対する三原、118ゲームでビッグを引き出玉を伸ばす。よし、わあ、ピエロかベルか取りこぼしたかも。この列にもう一個狙い台があったと思うんですけど、その台はもうやめてますね。で、後ろの台は多分あの台で196ゲームのボーナスで、もう一個この裏側にあるんですけど、それはさっき見たときは当たってました。あとはこの後の展開者ですね。いやー、でもなんか2日間、じゃあ3日1桁台で終わってるような台はなかったんで、結構いいと思うんですけどね、この台。まあでも他に店長さんとかの話でやっぱり全体的にどの台も出るようにいいしたいとは言ってるんで、変な声出た。2日目47ゲーム、1週間投げ狙いっていうのは意外といろんなところで効くんじゃないかなとは思いますけどね。はい、よーし、ビッビッ、いいぞいいぞ。よーし。優しいですね、マイジャグはね。92ゲーム。あー、見せましょうか。ちょっとアホみたいな声出るんですけど、見えるかな、赤なんです。55555が分かんないかな。分かります、分かんないかな。ここ分かります。赤なんですよ。とりあえずプレミアなんで、これは別格です。よいしょ、すいません、マイジャグ。ややこしくて。よしよしよし、目押しが早いとピエロまで滑ってこないんでと思ったら、この形からペカったんで多分ビッグだと思います。よいしょ、よし、箱使いましょう。107ゲーム単独ビッグ。よし、はい、じゃあプラス、結構プラスになったと思います。負けは与えてないけど、ブドウと合算が足りてるので OK。 おお、しかった、早かった、3ゲーム。あー、レインボー。見えます、取れます、レインボーです。ここチカチカなってますってことは、3ゲームだったらジャンバリ聞けるのかな。はい、やった、聞けた。いらっしゃいませ、ジャンバリですね。あー、嬉しい。
一方のヒョウ。さあさあ稼働してる3台とも挙動がいい。1人はカウントしてて1人はカウントするのやめたんですよ。そのやめたのが気になるんだよな。なんでやめたの。花火とバーサスってカウントするのやめるときって、まあ、花火だったら外れ、ビッグチの外れ、バーサスは中段 V 揃いしてないと思うんだけどな。あれ目押しミスかな。チェリー B でフラッシュなし入ってますね多分。ああレギュラーだ137。今本当この台を捨てて置き時に行くリスクとリターンをこう考えながら打ってるんですけど、ちょっとまだリスクの方が高いかな。まあ、この台に戻ってこれるかどうかっていうのは今このボーナス確率を見て、あとスランプグラフを見て、その台を僕が打つかどうか、打ちたいと思うかどうかなんですよね。僕今喋ってるたんで拡張ないですけど遅れてませんでした。ほら遅れてたよね。ほら73。対して出玉が1000枚を超えた三原。とりあえず出玉の方はいい感じなんで、あとねこのままブドウが走ってくれることを祈ります。タンバケはまあまあまだねこの辺だと誤差の範囲でしょ。1回2回とかビッグ引けてる方が短時間勝負だとありがたいです。もうあとバトルだとあれカイザーああ出ましたね二角です。よいしょチェリーだリード当選。これだと化けもあるんじゃね。よいしょ。はい、レギュラーボーナス。チェリー化け。一方、レギュラー後700ゲームハマり追加投資中のヒョウ。やめるか。さすがに使い切れない。まず置き時き、もうないと思うけど B 狙いできる台を探そう。さすがにもうないと思うけどね。あった今331、まあ、これぐらいハマってくれるとまた気が楽ですよね。天井が近くなってるんで。はい、それじゃあ置き時き B 狙いで、いやーもうちょい早くこっち来ればよかったかな。結果論ですけどね。さあもう早く当たってくれ、早く天国に。ちなみに左隣の台も B 狙いできます。ただまあハマりゲーム数はこっちの方が最初から多かったので、隣が僕の連チャンが終わる頃に隣が育っていればそのまま移動ってのもありですよね。お願い、早当たって。すでに三原と2000枚以上の差が開いたヒョウ、早く天国に上げて巻き返すことができるのか。対する三原、おーし、二度のレギュラーで少し出玉を削られる。単独バケ3回目。よし、取りました。63ゲーム単独バケだ、4回目。よし99、ギリギリ。
ってことはピックだったら音変わるかな。おお上段だ。じゃあここはバー狙ってブドウ抜き。よいしょ。バキッとしたね。よーし挙動はバッチリですね。タンバケ引けてる、ブドウも引けてる。でこれで多分またガッサンもちょっと良くなったんで98分の1悪くない。設定に手応えを感じている三原。レギュラー後100ゲーム回したところで前半戦終了。はい、というわけで前半戦終了となりました。ね、狙い台のマイジャグラーをしまして、挙動は今のところバッチリです。まあ、出玉の方もある程度作れてるんで、あとはまあ後半戦この台を打つかどうかは、氷さん次第っていう感じですね。で氷さんが今何やってるかちょっと分かんないんですけど、花火から多分移動して何か一撃性のあるものに移動してるんじゃないかなと思います。ということで、まあ、後半戦まずこの台を多分打ち続けるんですけど、また移動する可能性もあるんで後半戦も頑張っていきたいと思います。はい、というわけで前半が終了ということで、いや現状ですね、総投資が34,000円、やばい持ちコインもないっていうところなんですけど、まあ、ただ天国一発、連チャン一発でどうにかなる台ではあります。ただ、まあ、三原がね、おそらく良さげな前ジャコを打ってて打ち続けると思うので、まあ、ここからは僕がどれだけコインを出せるかの勝負になるんじゃないかなと、まあ、後半ちょっとは一矢報いたいなと思います。今回撮影に協力していただいたアミューズ千葉店はパチンコ616台、スロット495台のラインナップ。大型駐車場完備の当店は最新設備、充実したサービス、バラエティ豊かな機種構成でお客様に愛されるお店作りを目指しております。近隣の方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。お客様のご来店、スタッフ一同心よりお待ちしております。はい、それじゃあ後半戦、まあ、とにかくね1ゲームでも早く光らせて天国に上げること。玉枚数でのプラスはまだ諦めてないですけど、三原に勝利することはもはやもう、できたらいいけどぐらいの。それよりかは出玉で2000枚3000枚出すことが目標になってしまいました。もはや本当今日ゼロポイントで終わることだけはないようにしたいんだけど、もうさすがにこれはもう狙ってやれるか分かんないからな。狙いますけど、おお確定チェリー、よしよしよし、あーよかった。はい、614ゲーム、投資が、12本、総投資が34。あの後半始まってまだ追加投資してない、しかも確定競り、反撃ののろしは上がったんじゃないのか。いいだろう、俺前半きつかったぞ結構。右左。さあ通常 B にいたとして、確定役で当選したので 75% で、天国以上、しかもドキドキに 25%、天国に上がった時の3分の1かな。でドキドキに期待ができる。頼むよ、この 75% 普通に当たっていいんだぞ。右だけなんかあったかな。はい、4ゲーム、右だけだと天国以上。まあとりあえず1回で上がってくれたからよかった。まあいいフラグ来ましたね。
対してボーナス後200ゲームを超えた三原はここで、じゃあちょっとこの辺でヒョウさんの様子と店内の状況もう一回見に行きたいと思います。とりあえず私の台はまあまあいいとして、これがすごい良さそうだったんですよね。ちょっと今見えないな、見えないけど出玉ついてるんで悪くはないんでしょう。でこの台がビッグ先行だけど100分の1ぐらいでめちゃくちゃ出てますね。側のこの台もなんかすごい当たってるな、ビッグばっかりだけどでも良さそう、まあいいのかもしれない。これがでも大体1043ゲームで当たってるってことはもしかしたらリセット天井かもしれない。これ58回、リセットかかってればまあ狙えるぐらいのベル回数ですけど、ヒョウさんはどこだ、いないな、ライティにはいない、あ当たってる、しかも確定ゼリー引いてるからドキドキにいるかもよ。マジですか、うわちょっと嫌だな、あるよ逆転あるよちょっと押しが分かんないんで、うわーやだ、嫌なプレッシャーのかけられ方した。確定チェリー引いたらしいです、確定チェリー引いたからドキドキにいるかもって言ってた、うわー、いやーヒョウさんとドキドキってマジで相性いいんですよね、嫌だな、ちょっとある程度まで回したら、2000ぐらいまで回したら無料のツールにでも入れてみようかな、多分ツール入れたらこんなぐらいになるんですとかそういうことになるのかな。よしやった、一応ちょっと中押ししてみるか、あ色変わりましたね、チェリー、はい、黄色ゴーゴーランプ変わったんでチェリー同時当選のピックです。258、よし、はあ、後半戦なんとかピックでスタートしました。おっチェリーだ、34ゲーム、チェリー負け、来ましたよ、ちょっと逆押ししてみます、おお、あしかも色変わったってことはビッグアクですね、はいチェリー同時当選ビッグです、35ゲーム、はい、よーしよしよしよし、これでマックスぐらいまで戻ったんじゃないですか。対するヒョウ、23レギュラーだー、おお18、怖いなー、レギュラー、ピックが欲しいです、そうだろう、頼むよ、あーもうダメだな、25、32、いや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 全然足りないんですけど、よし流しますか、
はい、というわけで置き時で430枚獲得。置き時での投資が600枚なんでちょっとマイナスですけど、とりあえず出玉確保できたなと。次何打つかちょっと見て回りましょう。そして花火とバーサスの島を見て回るが、まあちょっとでもね、枚数ポイントを取るにしても波の荒い基調を打たんとしょうがないっていうところがあるんですよね。勝負出ますかね、押し順当ててなんとかしよう。やっぱね、パチスロってね、プロの人とそうじゃない人の壁ってすごく厚いの。その壁を乗り越えるためには、いや乗り越えるとその壁をぶち破るためには、やはり力技、奇跡を起こすためにはね、そういうの必要になるんですわ。俺今 MV 中だよね。チャンス目、さあミッション来い。あるぞ。もう。おお。これは勝ってんじゃないか。よしよし。わあ。赤の子役ではもう消えた後ですけど。これはもうね。あ。こう超えるで ART 以上、ここを超えれば秀吉決戦なんだけどね、まあいいでしょう。楽勝だな。はい、317ゲーム、ART。 さあ秀吉決戦もあるぞと。ああ。よし頑張ろう。しかしここはあっさりと50ゲーム駆け抜けてしまった氷。まあしょうがないね、70枚しか増えなかったけど、ここでお尻を当てれば ART 復帰だから。中左右、マジかよ、せっかくエロティ当たったのに。対して依然好調をキープする三原、100ゲーム台で2度ビッグを引き、ヒョウとの差をさらに広げていく。120ゲーム引く。来ました。見てなかった。なんかあのメダルベッドで、うわあもったいない。プチグリーズ見れなかったけど、分割1、2、3、4、5、25分割言ってたやつ見れました。よかったー。見えます。せっかくやからちょっとカメラで大きく映しておきます。ね。ちゃんと25分割なってますね。よーし。ついでに写真撮っとこう。よし。ビッグ2000枚見えてきた。はい、よし。
対するヒョウ。追加投資7000円で再び ART に当選。そして ART 開始直後に引いたジャクチェリーから、おお勝ちやすい、ディップでいいんだよ、そう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 、これだよ、これこれができるんだよ、だから出るんだよ。いい感じになってきたぞ。決戦やりてえなあ。あれまた白いる、あら音楽がスタパネも消えてるんで、もうこの前兆で7が揃います。チャンス目だ、秀吉決戦行くかもよ。今セリフ名語だったよね、ダブるんじゃない、あれゲーム中、あれ秀吉決戦じゃないこれ、あら記憶違いか、一方の三原、よし、はまることなくボーナスを引いていく。はい、どんどこばけ。ちなみに私ちょっと関西弁なまりが入ってるんで大体わかると思うんですけど、大阪出身で、大阪にいる頃はそんなにね設定狙いはしてませんでした。あんまり分かってなかったかな、その頃は。まあ、こっち来てちょっと知り合いに教えてもらって、そっからですね、だいぶ打てるようになったのは、どうなんだろう、まあ、ロジックじゃないですけど、こう設定にたどり着くまでの考え方とか、まあ、やっぱりいろいろ法則性とか、まあ、パターンがあって、まあ、そこに当てはめていくことが多いのかなみたいな気はします。で、引き出しが多ければ多いほど、まあ、高設定にたどり着きやすくなるだとか、ホール探しでね、いいホール見つけやすいとか、まあ、例えば上げ狙い、据え置き狙いっていう感じで、2日へこみを上げてきているのかって言って、とりあえずいろんな考え方をしてみて、で、あ、じゃあ狙い方はこれでいいのかなって。それがもちろん 100% 効く店っていうのなんてほとんどなくて、まあ、例えば、まあ、据え置きはまあ通用しないっていうのであれば、それを省ける、その第1台を省けるっていうだけで、例えば5分の1が4分の1になったりするわけで、そういうので絞っていってとかで、それが正解、それで正解にたどり着いた時がめちゃくちゃ嬉しい。あとは前日回数ついてない
たい、もう3枚じゃなくてとにかく数字がついてない台とか、あとはね回転数が回ってないとか、1週間で回転数が少ない台に入れてくるっていうようなことをしてきてる店もありました。そういう法則が全然見つかんないなっていう時はあえて特徴の台にない台に行ってみるっていうのも一つの手ですね。あとでも結局設定入ってないホールでねそれやってもちょっと意味ないんで、もうちゃんと設定入るところでやることが大事なんですけど、言ってたら当たりました。87ゲームよーし、2000枚いったでしょう。対して ART が終了しそうなヒョウ、また当てなきゃ。あー外した、中右か。あー残念ながら542枚の獲得で終了してしまうが、 ART 終了後100ゲームで軽いなー、初当たり。19ゲーム、おお、おお、強水か。 50% で書き換えんだよな確か。あれ 50% じゃないっけ。で、勝ったら東決戦する。チャンスパターン、チャンスパターン、あれこれ法則違い、勝ちます、東決戦行きます。すげえいいとこで、すげえフラグいたな。やったぜ。ああ赤い赤い、ついつい反応してしまった。きれいよ、ここで頑張れるかだな。あと1個目、つか1回かよ。悲しい。おう、まあ最低でもプラス80、まあ良いでしょう。その後50ゲームの上乗せをしたヒョウだったが後が続かず、 ART は214ゲームで終了してしまう。そして ART 終了後24ゲームでより初当たりの軽い隣に大移動。一方の三原、ここではハマらないでほしい。300ゲームは超えないが2度のレギュラーで2000枚あった出玉を減らしてしまう。よう狙ってみたら止まりました。いや、まあこういう運命ですよ。
対するヒョウ。移動して100ゲームで直撃点火筒を引き ART に当選。おい、順押し。ああ逆押しか。当てたかったな今のは。まあでも100ゲームぐらいで当てたんでね、よしとしましょう。対する三原、レギュラー後126ゲームで、お、わかりました。126。よし、来ました。ビッグビッグ。よし、2000枚チャンス。おいし、ちょっとね、多分ね、ギリギリ2000枚届いてると思うんですけど。2115ってことは115枚余裕がある。15枚、115枚しかないのか。それで100枚なくなったのか。あー超悩む。こんなマイジャグやめたくないけどちょっとでもね、ポイント多分1ポイントすごい大事でしょ。2000枚でやっと1ポイントですからね。やめますか、ちょっと。よし、はいはい、ということで流しました。結構ギリギリの勝負だったんですけど、無事に2000枚到達したんで、これでポイント1ポイントはまず獲得したということで、あとはね、ヒョウさんとの勝敗の結果になると思うんで、エンディング楽しみにしたいと思います。お疲れ様でした。一方、ART を消化中のヒョウ、残念ながら今回の ART は50ゲーム、111枚の獲得で終了。その後300ゲームを超えてしまったヒョウ。通常点火筒を引いているので、まあ、打ち続けたいんですけど、残り時間を考えると今から ART 入れてもこっから1000枚届かないんです。これは悔しいけど諦めっすね。いや、ノーマルタイプで1000枚出すって手もありますけど、ちょっとなんか現実的じゃないんで、わあ、やめよう、しょうがない。はい、というわけで政宗、まあ、2台打って619枚、レシート合わせて1000枚か、レシート2枚で1000枚。ちょっとなんか今日はやりきれないっす。バトル終了、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、なんかね、S になって、まあ、シーズン1回お休みしたんですけど、はい、やっぱり疲れるねそうですね、大体普通の収録よりちょっと長いですもんね。いや、なんかね、なんだろう、なんか気持ち的にだいぶやられるところが多いんですねいや、でもさすがプロという感じだったと思うんですけど、ちょっともう結果見てみましょうか。見ます。はい、お願いします。おー、うん、よし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 。え、でも1000枚が、1000枚か、じゃあ2000枚はポイントは届かずっていう感じだったんですね。そうですね、まあ、僕なんですけども、うん、朝花火を行きまして、はい、この店なんか来るとき、うん、まあ、来るとき大体収録なんですよ、うん、その時花火か VS の角出てることが多いので、うん、まあ、どっちかに座ろうかなと思って花火の角が取れたんで座ったんですけども、はい、
ビッグが1回しか引けない1200、300ゲーム回したかな。そうですね。で持ちコインなしで、ただあの置き時が前立なのも知ってたので、あちょこちょこ見に行って、あ B 狙いしようと思ってでしたんですけども、確定チェリーをすぐ引いて、ですよね、すぐでもないから引いて天国に上げて、ただそんなに連チャンせずで、ね、正宗も押し順当てたりもしたんですけど、なんか乗らない、なんかこう秀吉決戦も1回で終わったりとかして、結局もうなんかこれは無理だと諦めて終わった感じ。なるほど。じゃあはい、私ですね、私はもうめちゃくちゃ朝一行く台迷ったんですけど、うん、なんだバトルリーグ初めてで、うん、いきなりマイジャグラに行っていいものかと思ったんですけど、まあ狙い台っていうのがマイジャグでしか作れなかったんで、でまあ朝一狙い台抑えたらそのままずっと挙動が良くてやめずに行けたっていう感じですね、うん、で最後ちょっと2000枚のポイント、これがね本当にもうめちゃくちゃ迷って、もうこの絶対にいいけど2000、これ以上回したらもしかしたら2000枚切るかもしれないっていうありますねのがあって、そこでどうしようどうしようって悩んで結局2000枚もらうことにしてやめました。あでもすごいね、しっかり枚数をこう把握してたんだ、ね、そう、あでもあれね上に出るんですよ、あ3枚で出るんですよ、3枚ってなんか出玉で出て、はい、で100ビッグ引き終わった時点で115枚、2115枚とかで、あだからじゃあ100枚だけって言って残ってるクレジット分やって50枚手入れしてやって、なんとかギリギリ2000枚流したって感じですね。いやしかしもうね、言うたら一発ツモですよ、うん、いやあんなにうまくいくとはちょっとさすがすぎませんかちょっともう嫉妬というかスケール隙がなかったですよ、だから今日、いや今日はでもうまくいきすぎました私の、うん、とりあえずポイント見てみましょうかね、はい、お願いします。おお4、そして今日の0、これ0だね、いや0はダメだなこれで、あの現時点での、うん、ポイントですけども、はい、コウジさんがトップで中10? これきついな、10かやりすぎでしょ、いくら年上への、あのハンディキャップだとしてもちょっとありすぎるす、ね、コウジさんってなんかチャンスカードって言われてませんでした？チャンスカードって枯れ葉カードだったの？枯れ葉カードじゃないから枯れてなかったんだね、枯れ葉カードではないよなんだ、あずき、あずき、あずきなんだよ、ズボンいじるまえちゃんが可愛いって言ってくれたんだぞああいうのいじるともうね、入ってこなくなる可愛いではでも、小林さんの10ポイントあなた4だから、でも、もうあなたが頑張るしかないかもしれないですよ、現状まあでも、もう10ポイント1回の戦いで取れるってことですもんね、それはもう、それはよく考えたらそうなんですけども、なかなかの難易度の高さ、だって多分最高ポイントですよね、 S 始まってから最高ポイントまあ10はきついですよね、結構だってずっと当たりっぱなしの状態ででしょこれ起こせんのかな、いや僕のプラン的にはもう最低でも2点取っていって、うんうん、で最後に、うん、まあ、相手のトップの人との差を見て勝負に行くかどうか決めるっていうプランだったんですけど、このままいくとコウジさんとの差は埋められない可能性があるね、コウジさんか、まあ、でそうですよね、プラス6ポイント差だったらまだあと4試合あるから、うん、あなたはいけます、ね、僕も次戦から相当並の荒い勝負しないと優勝は難しいかもしれないですね、いや本当にそうなんですよね、怖いですよね、それが怖くて私結構今日守りからスタートしましたからね、あなたはこの感じでいけばコウジさん抜けますよ、はい、分かりました、ちょっとじゃあとりあえずコウジさんの優勝を阻止すべくまずは ね、 そうですね、とりあえず今シーズンのみんなの目標は決まりました、はい、決まりましたコウジをいかにどう抜くかですね、これは多分みんな一緒、気持ちは一緒です、ね、実際もしかしたらスローカイザーが何か起こすかもしれませんから、うん、その辺とかお楽しみに、はい、それではまたお会いしましょう、さよなら。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる、充実のラインナップで配信、毎週火曜水曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週木曜配信、魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定、メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう、リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。